ヤナ川は、ロシアのシベリア北東部のサハ共和国を流れる川で、ある。レナ川の東側、インディキルカ川の西側を北極海へ向けて北へ流れる。5月から6月にかけて、氷が溶け、10月には凍結する。沿岸のベルホヤンスクでは年に70日から100日の間は、川がそこまで凍結し全く流れなくなる。年に2 2 0日は表面を氷が流れる。 ベルホヤンスク山脈に発するサルタン川とドゥルガラク、川の二つの川が合わさり柳川となる。柳川は多くの支流を集めた後に、ベルホヤンスク山脈とチェルスキー山脈の間の平野を流れ、面積がおよそ1200平方キロメートルの巨大な三角州を形成し、ラプテ風海の柳川へ流入する。流域には上流部のベルホヤンスク山脈の氷河が削った氷河湖から、 北極海沿岸の湿地に無数に広がる湖まで、およそ4万の湖床がある。沿岸のほとんどは永久凍土であり、上流はマ松の林で北緯70度以北はツンドラーとなる。ただし広大なデルタ地帯では微生物の存在のために、若干の木が生育することができる。主要な支流は、アディチャ川、オルジョ川、アビラビト川、ビタンタイ川などで、ほとんどは、 ベルホヤンスク山脈を水源とする短い川である。流域は、ロシアの、いわゆる、環極で、北半球の最低気温が観測された地である。流域の中央部では、冬の平均気温は、マイナス51度になり、ベルホヤンスクでは1885年1月15日に、マイナス67.8度に達したこともある。ヤクート人の間では、 国間機には叫んだ声すらも途中で凍って、相手に届かず、春になると冬の間に凍った声が溶けて、数ヶ月前からの話し声が一斉に聞こえるというような民は昭和がある。河口の三角州では3万年前の居住の跡が発見されており、北極に住んだ人間の最古の遺跡となっている。沿岸には、ヤクート人、川口部の北極海沿岸平野には、 ユカギイル人が住んだが、17世紀以降ロシアの支配を受けるようになった。19世紀以降、多くの探検家により詳細のわからなかった北極海沿岸の様子がわかるようになっている。ありがとうございます。